はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。ガイデさんちへこそ。一応私はアレルギーはないはず。検査してないけど。だけどさ、けどさ、本当に動物が好きで、犬猫から始まり、ハムスターだったりだとか、あとインコとかオウムとかすごく好きなんだけど、大好きすぎて飼いたい飼いたい飼いたいって言ってるけど、その飼いたい人がその猫とか、ね、犬のアレルギーになってるなってしまったっていうことで、泣く泣く飼えないっていう人がいるようで、なんか一緒の空間、建物の中で一緒の空間にいると咳がすごくひどく出るとか、ジンマシンが出るとか、まあ わかんないけど涙がポロポロ出てきてしまうとか、なんかあるんだろうね。うん、なんかそういう匂いとかで敏感になっちゃって、そういう状態になってしまうのかっていうのは分からないけども、それってきついよね。自分がすごく好きなのに、犬とか猫とかで、すごく勉強して飼い方とかもすごく勉強しているのに、自分がアレルギーで飼えなくなるっていうのはすごく大変、うん、辛いと思うし、そのドッグカフェだったりだとか、あと猫カフェも含めてなんだけど、そういうところも行けなくなったりするだろうし、うん、だって下手したらね、あれだもんね、亡くなることもあるんでしょ多分ね、症状が重くなって。うん、だから精神的にきついだろうなと思う、本当に。うん、あと食べ物アレルギーもすごく大変だなと思う。そばアレルギーとかさ、うん、なんかテレビでやってたんだけど、そのお蕎麦屋さん、もともとお蕎麦屋さんだったのがうどん屋さんに変わった理由っていうのが、その今店主をやってる方の娘さん息子さんが蕎麦アレルギーだったっていうことで、あの蕎麦からうどんに変わったっていう話なんだけど、それもやっぱりあれだよね、本当に好きなんだけど、そのさっき言ったジンマシンだったりとか、あの呼吸、それが原因で呼吸困難になったりだとか、すごくひどい咳込みをするっていうような感じで、それでね、もう死に至るようなこともあるだろうから、すごく苦渋の、決断だったららしいね、本当に。うん、でもまあその分おうどんでも結構人気商売になってたみたいで、なってるみたいで、まあそれをねテレビで取り上げられていたから、あ、ここに行ってみようかっていう人も多分いるだろうし、で離乳食みたいな感じでおうどんをね食べてる赤ちゃんもいたりとかしてて、本当に 2,3 センチぐらいの短いおうどんで、めんつゆじゃないのかもしれないけど、まあそういうので食べさせるっていう感じで、それはどうしてそういうことをしたのかっていうと、なんかその店主の奥様がジムの子供にそういうふうに離乳食として食べさせてたよって。うん、子供連れなんかも、赤ちゃん連れでもね、来やすいようにっていうことで、そういう商品開発をしているみたいですね。うん。でも本当に好きだけど、
アレルギーで買えないっていうのはすごく辛いなとは思うね。うん、嫌いだったらさ、アレルギーでって言ってさ、それを断ることができるけど、買えないっていうさ感じになれるけど、うん、はい、皆さんどうでしょうか。以上です。